ぎチャンネル。スタートしました、うらぎチャンネルです。はい、今回は選手のプレイリストを見ながらリアルタイムを解説していこうというシリーズになります。で、今回なんですけども、江坂選手の。これ一番難敵だぞ、はい、これ。Apple Music で公開されている江坂選手のプレイリストなんですけども、こちら見させていただいたら、なんと衝撃です。びっくりしました、江坂選手。16曲中1オクロックが 14? すごいな、もう1オク大好きマンだな。まずこの江坂選手、この第一印象どうですか？第一印象って1オク大好きですねっていうしかないだろう。この江坂選手の年代、30歳ぐらいかな、とやっぱ被ってるんですか、ワンオクの。いや、被ってるね、多分30ぐらいなら。でワンオクの話になっていく、私ワンオクの話しかできないだろう。そうですよね。あと清水翔太とラッドウィンプスも、これもなんかな、まあなんか近いといえば近いですね。ちょっと入れとく、まあなんか全部ワンオクだとちょっと2曲ぐらい入れとくかぐらいな感じだろう、これは。なんか個人的にでこれも、はい、そのラッドも、はい、フューチャーリングタカって書いたんじゃん。あ、書いてる。タカってワンオクのボーカルだから。マジっすか、この清水翔太もフューチャリングタカって書いてある。清水とも全部これフューチャリングタカだろ。だから結局ワンオクしか好きじゃないんで。すごいな、ちょっと入れてみたけどフューチャリングタカ、それもボーカルワンオクのタカだ。すごいな、タカが好きなのかな。これタカっていうのが私のすごい少ない知識だと、確か有名な人の息子さんですよね。あ、そうだよ。何でしたっけ、森進一。おお、森政子と森進一の息子。これすごいですね、 DNA が。 DNA すごい。だってこタカの弟も有名なバンドのあれなんだっけ、名前が出てこないけど、もうほんと音楽一族ですよ。これなんかこうよくあるように、そんなこう親が2人ともすごかったらグレたりしないんですか、この人。グレてるよ。グレたんですか。だってもともとだってジャニーズだったんだ。あ、だって普通森タカとかやりますよね、うん、あれどこだっけ、ニュースだかなんかのメンバーだったんだ。そうなんですか。で一回ちょっと問題起こして出たって、ただそれが本当に問題なのかどうかわからないんだよ。もともとロックやりたかったから出た。あ、なるほど、うん、いろんな説が、うん、あんまりちょっと触れちゃいけないような感じです。あとなんかあんまり聞いたことないなりに思うんですけど、このワンオクロックっていうのは日本のアーティストなのに結構英語中心ですよね。そうだね、英語の歌が、うん、これなんでなんですか、これターゲットどっちしてるんですか。単純にやっぱりこのタカの能力が半端ないんだよ、はい、英語力が強いってことですか。だから日本のロックはこの2000年ぐらいに、はい、この英語で歌うバンドはすごい増えたんだ。はいはいはい、わかります。でそれでもすごい下手な日本英語でも、はい、この一応世界に出るためには、はい、英語で歌わなきゃいけないし、はい、その元々洋楽ばかり聴いてた人たちがやってるわけじゃない、はい、演奏も、はい、だったら英語の方がいいなっていうので、はい、やったんだけど、ほう、まあ下手でもいいやっていう流れはあったんだよ。まあちょっとよくわかんないですからね、日本から聞くと発音の細かいところなんて、うんうん、でもそれタカ全部ひっくり返しちゃったからね。もう発音も完璧だし能力も完璧だしさ、うん、だこれワンオクってなんかあんまりこうロック好きの世代だ、俺たちみたいな40代とかの人間とかってあんま評価しないんだけど、はい、俺の中でのワンオク の、はい、この日本のロックバンドとしての単純な音楽的なセンスとか能力で言ったら俺はもう99点つけてる。すごい、ほぼ満点じゃないですか。ああ、それなんでなんですか。いやもうタカの能力がすごいよ、天才となんですか。お前ももしなんか近所でフェスとかなりなんなりあったら一回行ってみた方がいいよ。ライブで見るともう圧倒されるよ、タカの能力は。能力っていうのはなんか歌う能力なんですか。それとも歌も上手いし、はい、英語の発音とかもう完璧なんだよ。じゃあこのワンオクが最初から英語を中心で歌う、もうそれはもう多分最初から意識してると思うよ。世界進出狙って、はい、ずっとトレーニングとか、はい、ボイストレーニングとか英語の発音とかのネイティブな人とはちょっと多分接して、はい、その洋楽として歌っても恥ずかしくないレベルにやる努力をずっと続けてたんだよ、タカ。すごい、最初から世界能力もあるし努力も怠らないっていうすごいバンドですよ。じゃああれですか、音楽界の久保武英さん。それがどうか分かんない。ちょっと違うか、まあはい、でも久保武英さんがさらにお父さんお母さんが有名な日本代表だったねっていうような感じ。すごいですね。ああ確かにそうか、カズの息子が最初から
レアルマドリードでデビューしたで、海外移籍も考えてポルトガルもマスターしてたっていう、はい、もう最初からポルトガルもペラペラで行ったみたいな、すごい意識が高い人なんですね。いやでもその辺の能力で言ったらすごいよ、やっぱりワンオクの高尾で。そうするとなんかこう日本あんまりイメージで言うと、うん、こうやっぱこうこっちにこうこっち世界ばっか意識してるから日本の人とかで怒んないのか。いやだからそこが今ちょっと問題なんだよな。なんかちょっとこっちにもっと気使ってよ。昔はだから日本語と英語と半々ぐらいの歌を歌ってたんだけど。あ、そうなんですか。うん、おじゃ最近例えばこの辺の完全感覚ドリーマーってすごい有名なんだけど、はい、ちょっと聞いてみるか。はい、めっちゃ日本語、英語じゃん。本当だ。あ、ちょっと日本歌ってる、うん、こんぐらいの感じだったんだよ。サビは日本語ってことなんですか。サビとかその英語日本語半々ぐらいでやってたんだけど、もう完全に今英語で歌ってるからね。なんか寂しいですよね。だから昔のファンからするとそこが微妙なんだよ。え、そうなんですか。うん、じゃあよくその論争はあるよ。それ日本がもっと充実してほしい。多分この辺のタイトルとかもだから今あるじゃん、欲望に満ちた青年団とかさ。だからこの完全感覚ドリーマーが一番分かりやすいよね。完全感覚が日本語でさ、ドリーマーが英語じゃん。はいはいはい、ちょうどミックスされてるわけですね。ただ後ろの方になるともう全部英語とかになっちゃって、本当だ、タイトルとかも。あ、どっちを向いてるかが分かるわけですね、これで。だからもう世界デビューを考えてたんで、ずっと世界に出たいっつって。で今半分ぐらい出てんだよね。そうなんですか。ああ、海外のフェスとかも出てたり、はい、やってるって感じ、ね、評価されてるんです か, だかそこが難しいんだよな、はい、そんなに新しいさ、はい、ロックでもないわけじゃん、はい、うん、やってるのが、はい、そうですね。ああ、ドラゴンボールをさ、はい、と同じレベルの漫画家がタイ人がいて、はい、それがドラゴンボールと同じレベルの漫画連載をタイでやってたとして、はい、俺たちそれ読むかって言ったら難しいじゃん。別にドラゴンボールがあるし、ジャンプで面白い漫画あるからってなっちゃうじゃん。はい、だ割とそういうちょっとジレンマに陥っちゃってる感はあるんだよな。まあ要はよく料理の世界でいうと、日本料理をもうすごい美味しい料理をアメリカの人が作ってても、ちょっと日本の人はちょっとマジ、まあ別に日本でうまいもんあるしってなっちゃう、っていう感じになっちゃう感じってことですよね。そこだな、そこ難しいところだよね、はい、っていうので結構お腹いっぱいになってるのに、なんでこの要は突き抜けないと。そう、鳥山明も突き抜けますけど、もっと上の次のレベル、宮崎駿、まあ、鳥山明レベルにならないと聞いてくれないと。 そこがちょっと今もどかしいとこだよな。俺もワンオク好きなんだけどさ、この世界的にいろんな人がこう何ですか、アメリカって言うんですか、デビューしてますけど、一番成功した人は誰ですか。誰だろう、まあ、昔で言えば YMO とか評価高かったけどね。あのちょっとここカットしてください、うん、背が低い人は誰でしたっけ。背が低い人、あのなんかいたじゃないですか、背が低いあのイケメンの人。全部カットしてください、ここ絶対覚えるから。背が低い、あのほら、あのほらラルク・アンシェル、あれ全然ダメだよ。だって俺見ましたよ、ドキュメンタリー。何でしたっけ、ハイド。あ、そうそう、だからこれ入れてもいいけど、だから、はい、ハイドとかも、はい、で昔 X もとハイドも、はいはいはい、海外デビューを目指したんだけど、はい、その言葉の壁があったんだよ、発音が下手だからさ。あ、でもタカは完璧にもう外国のアーティストとして多分、はい、アメリカのネイティブの人が来ても心地よい音楽ができちゃうんだ。すごい、じゃあ宇多田ヒカルともう戦う同レベルだね、まあ、でそのレベルでしかもちゃんと歌うまくて顔も良くてさ、はい、ほぼ完璧ですよ。なんでなんですか。特に海外生活とかしてたんですか。いや、してなかったと思うよ。すごいですね、うん、宇多田ヒカルって努力だよ。すごい努力したんですね。いや、若いうちからやってないとダメなんだやっぱり。あれか、最初からやっぱり海外を意識した。だから曲とかさ、その人気で言ったら X の方が上なんだけど、はい、X はその都市の英語能力でダメだったの。そうなんですか、うん、でハイドも頑張ったんだけど、はい、やっぱりちょっと言葉の壁っつうか、まあ、ちょっと確かに引っかかっちゃいますよね、うん、でなんでそこで聞かなくちゃいけないんだと思いますよね、ライバルが多いから、うん、英語圏は引っかかりがあると。その壁すらも超えたのがタカだったんだけど、すごいバンドで、けど今ブレイクはうまくできてない。できてないし、そのよく言うのが、はい、ワンオクが大人気すぎて、はい、
海外に行っても来るのが日本からの客だったりするんだよ。あら、なんかでも本当勘弁してくれってタカが一回ツイートして、はい、せっかく海外でやり始めたのに、はい、なんか最前列にいるのがいつも同じ顔だっていう。けど逆に言うとお金をめっちゃ払ってるわけですよね、その人たち。まあ、そうだけどね、はい、そこ怒らないんですか？論争になりますよね。いや、なったよ。なりますよね。ファンを大事にしろみたいになるじゃないですか。なった。大炎上して。そうですよね、まあ、言いたい気持ちも分かりますけど、ファンの気持ちも俺は分かりますね。ただ俺はワンオクのファンは心の底なんですか？炎上、絶対これ炎上する案件ですよ、これ。大丈夫ですか？ちゃんと炎上してた。俺一回そのフジロックで、はい、初めてタカのワンオクのライブを見た時に、はいはいはい、もうすごい衝撃を受けたんだよ。とんでもねえなこいつらと、はい、でそのツイートをしたことがあるんだよ。ほうほうほう、タカすごいと、ワンオクなめてたごめんなさいみたいなツイートして写真とかアップして、はい、で一回もうちょっとあまりに完璧超人すぎると、タカが、はい、でもうちょっと低レベルだから、はい、嘘でもいいから、はい、あのお父さんの森進一の、はい、おふくろさんとか歌ってほしいってツイートしてタカの写真をアップしたんです、はい、そしたらタカがそれ拾って、お本人が、本人、はい、インスタでその俺のツイートを写真に撮って、はい、歌いません笑いっていうのをアップしたのことがあった。すごい、逆本人リプライじゃないですか。リプライが来た、はい、でもちょっと違うんですね、ツイッターじゃない。そしたらそれを見つけて、当然ワンオクのファンが、はい、このツイートしたのは誰だっつったら俺って分かって、はい、すごいなんかフォロワー増えたんだよ。いいじゃないですか。でどうも、はい、タカが返信したからこれは関係者に違いないと思ったらしくて、ああ、その後俺のところの DM に、はい、なんかタカと会わせてくださいとか、わ、どこに行けばメンバーと会えますかとか、本当にタカが大好きなんですとか、あと一番分からなかったのは、なんでギターが髪の色を変えたんですか、戻させてくださいとか。何なんですかその指針みたいな。あれ見て俺はワンオクの、いやいや、やめてください、やめてください。絶対炎上しますから、絶対この案件すごいな。逆に言うとタカに届くぐらいうまく発信できて、返信できて、そうだな。でもそこで、でもそんぐらいフジロックの2日目ぐらいだったから、いろんなミュージシャン聞いてた俺が、いやこれはすげえなと思ったからね。じゃあ国内的なし、でロックって範疇で言ったらボーカリストとしての能力だったら、はい、もう敵はいないよ。マラドーナ級ですよ。すごい。そんな中でちょっと江坂選手戻るんですけど、うん、ああここの言ってると日本語が多くないですか？え、日本の題名が。そうだからやっぱり江坂も、はい、昔のワンオクが好きだったんじゃない？じゃあちょっと国内組のイメージ、国内組のイメージ海外志向をちょっと止め、今のそのもう洋楽となってしまったワンオクじゃなくて、はい、この完全感覚ドリーマーとかの頃が良かったんじゃないの？なるほど。ちょっと昔の国内組派の、うん、今と同じだよね。多分海外移籍の話もあったけど、あったろうけど、国内に残ってる江坂と同じイメージは被る。なるほど。ちょっと自分と重ねてしまった印象あるわけ。そうかもしれない。もしかすると本人どう思ってるか知らないけど、そこまで分かる選曲深い国内もいいぞと。そうだね、うまく、難しいじゃないかと、うん、ファンもたくさんいるしと。難しいですね。このワンオクからのリストだけでも分かる、うん、でも俺このワンオクの選曲はすごいいいと思うよ。なんかもうベスト版としてこの江坂セレクションを出してもいいんじゃねえかってぐらいで。で相当江坂が好きなんです。好きじゃない。まあフィーチャリングまで探してくるわけですよね。そうだよ、はい、フィーチャリングも全部高いどんだけ好きなんだよって。すごいですね、うん、もう愛が強いんですね、うん、すごい、うん、もう江坂のなんかちゃんとはワンオクにしてもらいたいね。そうですね、これワンオクだと燃えてくれる、燃えてくれるよ、はい、もうずっと裏にいてくれるよ。そうですね、はい、もうやっぱ完全感覚ドリーマーでなんか歌おう。はい、じゃあ完全フォワード江坂当たる、あ全然合わねえなやべ、音痴がバレたなんかそうですね、パス、うん、完全感覚ドリーマーでもし聞いてる方で完全感覚ドリーマーでぜひちゃんと、はい、はい、そんな感じで面白い、はい、ワンオククロックだけの理想だけでもこれだけ深い話ができると、はい、じゃあこれでぜひ要さんもベスト版、ベスト版ねえのか、はい、ワンオク聞いてください。わかりました、はい、はい、どうもありがとうございました。